どん。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男、Wasamonです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、見える子ちゃんの第1話、見えるです。情報が何にもない。怖そうっていうだけ。なんかでも、ちょっとあらすじを見ると、なんか見えるのをガン無視する話。で、キャストが、トラセの空雨宮。で、あと他の人も、本土楓さんとか、アヤネルとか、中村とか、中村雄一とか、谷井子花森。まあ、なかなか豪華なんで。ただ、個人的に、怖いのが無理だからどういう風になるのかっていうのがちょっとだけ心配っていうぐらいですかね。まあでも、なんか知ってる人からすると面白いっていう風には聞いてるんで、まあちょっと見てみようかなっていう感じなんで、よろしくお願いします。ということでね、まあ面白かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやってるので、ツイッターのフォローもぜひお待ちしております。さあ、それでは見える子ちゃんの第一話見ていきたいと思います。マジでどうなんだこれ。知らないんだよな。気持ち悪い。なんだこのお化けみたいなやつ。それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。もう濃いじゃん。ジャンルホラーだろこれ。どう面白くすんの。絶対家の中にいるやつじゃないこれ。不穏すぎるじゃん。家の中におるやろ。ほら電気つかんじゃん。なんで電子レンジがつくんだよ。不気味すぎる。怖えなこれ。カーテンは絶対に開けちゃダメなやつ。扉とかも開けんほうがいい。開けんなよ絶対。もう怖いこれ。ただこの冷蔵庫バージョン気持ち悪すぎだろこれ。テレビか、テレビかこれ。稲川淳二やん。本怖か。よかった。気づかないふりなんかできんだろ。なんだこれ怖えな。見たくねえだろこんなの。ろうそく順次って言う。冷蔵庫開いたよ。
これ空天宮の曲じゃない？空天宮の声がする。めっちゃいいなこの曲。全然なんか合ってないな。超明るいじゃん。そうそう、今の日付で言うと10月4日だけど、1個前、10月3日でトラセのライブあったからね。どうなんだろう、こういうの歌ったんかな、わかんねえけど。ほら、空天宮じゃん。なんかね、ファーストテイクとかにも出とってね。めちゃくちゃ一人だけ人気ずば抜けてんだよな。見えてて怖いんだな、ほんと。本編開始。表札。早起きだな。なんか不気味だ。制服ある。やっぱ犬には見えるんか。手形やん。めっちゃ似とるな、お母さん。うん。これ系のやつって絶対カラス出る。育成文化祭。おっぱい。胸。弾力っていうんだ。ビレバンにメメちゃんって売ってんの？怖いな。カラフルな頭してんな。この子も見えてんじゃね？見えてそう。先生妊娠してんな。女ばっかりやん。理長の話じゃん。
気味すぎるってなんだこれ。いやでもそれぐらい腹減るよな。夜中の3時でも腹減るんで。めっちゃ怖くない？やばない？それ大丈夫かな？怖いって。怖いってなんだよ。あ、いつの間に？トイレ、あら、あら、あら。白なのね。赤やん。誰か入っとるやん。よし、いいよ。見せろよ。危なそう。大丈夫かな？見え。なんもなかった。あら、めめちゃんが切れてる。なんかさ、この書いてる習字のやつまともなの書いてないんだよ。なんかあるじゃん。あれ？あったじゃん。やばい、怖い。なんか怖い。あ、めめちゃん。なんでそんなところに？なんで見えねえんだよ。いや、普通にやった。あ、なんかおった。絶望とか虚構とか異常とか変なの書き上がってよ。なんだこれ、どうなってんの、このクラスの習字。コンビニで傘を買うのではなかったのか。
何マジでこれ系が一番怖いんだよ。何？なんか世にもでもこういうのあったじゃん。ああ気持ち悪い。ああ気持ち悪い。ああ怖い。気持ち悪すぎるだろ。なんだこれ。もうめめちゃんが悪いんじゃねえか。もうここまで来たら。携帯拾いたくねえよな、なんか。絶対なんか画面映っとるぜ。なんで？うわびっくりした。何？何？気持ち悪すぎるって。見えないふりしてやり過ごすんだ。そういうことなんだこれ。めちゃくちゃ怖いだろ、あんな。見えたよ。アイキャッチ、何これ、怖えな。見える子ちゃん、クソビビった。そんなこと言うなって。なんかだって手形はっきりしてない？鏡見んなよ。頼むからもう、ちょっと鏡越しにいる。いる、いる。なんで家の中にいんだよ。ごまかし方がすげえ。あ、やばい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 。どうやったら消えんのこれ。彼方の塩。盛りすぎじゃね、さすがに。
20分も格闘した。ガングレ、効果あんのか。なんか森塩こぼれてんじゃん。目開けんなよ。なに、俺これなんか見たことあるよこれ。中にいるじゃん。うわ、数珠買うしかねえ。いない。おへそだいぶきびいな、これ。これいない。カラスももう見え、うん、怖いよな、クソビビるよ、うん、体に悪いよ。さすがに。もう。なんか歩いてたじゃん。めっちゃいいんじゃん。気持ち悪い。これ俺きちいな。俺もうこれ見るたびに寿命縮むんだけど。あ、やべえ、こいつも見えんじゃん。でも曲いいな、これ。見たな、見たよね、見てるよね。これアニクラで聞くと絶対楽しいやつじゃん。全員でここ叫べるやつじゃん。超見える。
見たくねえよ。うん、でも見たくねえけど見るよ。もうただただ心臓に悪い、ただただ心臓に悪いくせになんかちょっとエッチ、悔しいな。いやマジ、しょっぱなのあのバス停のやつ気持ち悪すぎた、びっくりした、マジ。あそこで急に来んのかよ。これ見るたんびに寿命が縮む。まあでも、なんだろうな、怖いだけかなと思ってたけど、案外そうでもなさそうだな。意外とまだ見れる。で、やっぱ曲がいいな。オープニングもエンディングも。良さげ。だから、まあ、まあ、見ていきます。今後も。エッチだったね。空天宮は白っていうことが分かりました。キャラクターの話です。まあでもね、面白かったんでね、今後も見ていこうかなと思います。はい。まあホラーが苦手ですがね、どうにか頑張っていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやってるので、ツイッターのフォローもお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。ということで、今回見ていったのは見える子ちゃん第1話、見えるでした。ありがとうございました。ならない。